ピーカーですね。こんな感じです。リモコンとコード、あ、これなんか光ケーブルかなんかの配線だと思います。で、なんかネジとね、プラスチックの筒ありますね。これ挨拶状ですかね。で、説明書がですね、日本語、これイタリア語なんですかね、フランス語、なんかいろいろ。なんかいろんな国のね、説明書きがありますね。これあれですね、電源の AC アダプターっていうんですかね。これね、多分ね、これとどっかにね、壁とかに取り付けるときにこれ使って、多分ネジ止めの位置とか教えてくれる紙だと思います。これが本体ですね。下にね、傷防止の置く時のね、このゴムのね、ゴムのなんていうんですかね、まあ、ついてます。で、このゴムもね、こう、こう十字になってね、滑らないようにね、滑り止め加工みたいな、そういうゴムがついてますね。で、こういった時にね、こう滑りにくいようにね。で、ここが網目っていうか、穴がいっぱいして、ここから音が出るんですね。で、裏がここ光ケーブルと、こうさっきのこれ刺すところと、あとなんかラインインってありますね。で、これが後ろ側ですね。で、これがさっき言ってた滑り止めのね、こうギザギザになってて。幅がですね、53センチあるらしくて、で、36ワットなんですね。1個が18ワットですかね。で、これ Bluetooth でね、音飛ばすこともできるらしいんですよ、こっちに。で、私あまりそういうの詳しくないんですけど、まあ、テレビでね、使うか、パソコンのね、私スピーカーついてないので、ヘッドホンで音聞いてるんですね。で、まあ、パソコンで使えたらなぁなんて思ってるんですけど、で、あ、ここがさっきの、この釘で、ネジか、ネジを使って、ここのね、この穴に、ね、壁とかにこうやって引っ掛けるんでしょうね。
ですね、接続してみたら結構簡単にね、すんなりつながってしまって、私あんまりこういうの詳しくないんですけど、多分ね、つながったような気がします。で、今ちょっとなんか音を出してみようかなと思ってるんですけど、スパークプラグを外しまして、あのですね、すごい音いいですね、これ。スパークカメラで、あの上部を持ってきました。あ、今、皆さん聞こえてますかね。私のビッツ、1.3 リッターですね。あ、これすごいですね。4気筒なんで、あの4個全部見ようかなと思ったんです。今これ、ここから出てたのは、私の YouTube のね、動画の、まあ、音なんですけど、あのなんかテレビ番組とかね、多分の音とかラジオの音とかそういうの流しちゃうと多分やばいと思うので、まあ、私の動画の音声流す分には問題ないと思います。初めてプラグ外してみたんですけど、かなりねちょっと面倒くさくて、昔の車だとねこんなプラグ外すの面倒くさくなかったんですけど、なんか今の車ってほとんど、これ私の YouTube の動画なんですね。それの今音声がここから流れています。刺したらね抜くだけじゃないですね。ちょっと、ね、時間かかってしまう。とりあえずね、一本見たら、ちょっと隣も見てみたいなと思いまして、2本だけプラグ外して見てみました。スネークカメラで、今これでボリュームを下げました。で、ボリューム上げてきます。私、この間スクーターのピストンの上部を見てみたんですけど、やっぱり2万5000キロぐらいみたいなんですけどね、うん、はい、今消しました。あのものすごくね音いいですね。あのこれ今動画、この動画の音声がここから出てるんですけど、車のねエンジンルームちょっといじってる動画なんですね。で、下が砂利なんで足ちょっと動かしたりすると砂利の音がしたりとか、あと工具のねカチャカチャした音なんかもすごいねよく聞こえますね、これ。いや、ちょっとねびっくりですね。ここまでねすごいと思わなかったので、設定も簡単ですしね、お値段これねすごくお安かったので、いや、これはいいかと思います。はい、どうも見ていただいてありがとうございました。